どうもこんにちは、自己産経チャンネルです。今日はね、煮豚作ります。煮豚に使うのは、このお肉、よいしょ、業務用国産豚もも肉、1.6キロ、これをね、全部使って、やっていこうと思います。なのでこれで、とんでもないデカさの豚の煮豚、豚の角煮はもっとなんて言うんだろうな、脂身が多いんだけど煮豚なんでまあいいでしょう。で豚の角煮はね確かに美味しいんだけど、豚の角煮はなんて言うんだろうな、どっちかっていうと油がすごい出ちゃってね。で、まあ油がうまいのはわかるんだけど、結局ほとんど捨てちゃうんで、まあもったいないんでね、そんな感じでやっていきます。で、ネギ上の部分、これ手でちぎるといい感じにジャギジャギになるらしいんでね、これは豚の煮汁の方に入れるやつですね。今回はもう先に豚の煮汁は作っちゃいました。適当な分量で、水と酒とみりんと砂糖で。いいね、ジャギジャギに切ってるわ、切ってる。でこれをもうすで、にね、このいつものよいしょ、この圧力鍋の方にもうすでにね、もうタレが入ってるんで、もうどんどん入れていきます。で肝心の肉なんだよね、これ全部やるんだけど、このボ見えねえなこのボリュームです。で多分ね、このまま丸々1個だと恐らくでかすぎるんで、これをね半分にしたいな。どうしよっかな、この割でいいか、この割で2ブロックでいいや、いいや、この割で割っちゃうか。一塊が大体多分 800g ぐらいか、おそらく。でこれに身に、なんていうの、味が通りやすいように、フォークで、ブスブス刺します。麺だけ焼きます。量だな。豚肉を揚げちゃいますって言おうとしたけど皿に乗らなかった。まだもう肉と、ガツ入れるだけなんで、入れていくか、手で入れちゃうか、先に生姜入れちゃうか、生姜入れて、でニンニクも全部入れて、そのままニンニクは多分そのままでいいみたい。あとは豚肉ちゃん、おお、ワンブロック、そしてツーブロック、おお、あ、いい感じだね、いい具合にひたひただな。 OK、 圧力鍋強火で20分やっちゃいます。強火じゃねえわ、パワーが強い方で。よっ、おいしい。いいね、硬い方がまあまあ火通ったように見えるけど、まだ通ってないね。てかちゃんとお湯からやればよかったんだけど、水からやってるせいでよくわかりません。
おお。曇って見えなさそうだから、ゴシゴシするか。ゴシゴシ。あ、今のは、ブレーカーが落ちた時の音です。食べます。煮豚。今日はね、煮豚と、これカメラ映んねえな、絶対な、うまくな。その他もろもろ、チンゲンサイとしめじ。うん。圧力鍋柔らかいわ。どうもこんにちは、サンキューチャンネルです。今日は、昨日ね、実は煮豚作った、まあ、動画多分撮って一応使うと思うんだけど、あのね、煮豚は2ブロック作ってやって、1ブロックは食べたんだけど、まあ1ブロックと半分ぐらいね。で、もう1ブロックは面倒くさくて、このね、鍋の中に放置してました。で、放置したままのやつは味がね、多分ね、うまい具合に入ってると思うんだよね。で、その味がうまい具合に入ってるやつを、これから保存したいんだけど、一回今ね、煮沸消毒、もう一回沸騰し直してます。様子はこんな感じよっ。気合入ってるね。向こうの奥の方はね、ゆで卵、追いゆで卵してます。ゆで卵を漬け込んでやるやつもあるんだけど、10個昨日やってもうね、4個ぐらい食べちゃったんで、ゆで卵ね、せっかくいいスープができたんで、ゆで卵もね、もう1個さらに10個追加で作って、それはね、また煮込み卵じゃないわ、味付け卵にしたいと思います。まあだいぶ前、もうこっちはもう何、よいしょ、みょん、もうね、大型煮立っちゃったんで、これはこれで完成にしたいと思います。先にあれだね、卵だけ避難させるか。どうですかこのサイズ、どうだろうな、どれぐらい、これだけで多分ね 800g ぐらい、いい感じにね、多分ね、味ももう染みてると思うわ。これを切っていきます。煮豚、もも肉だから脂が少ないんだよね。怖っ、うん、ちょっと鼻水出てかも、うん。そんでもってこの、煮豚、その上にね、その上にじゃない、その下に、いや違うな、ご飯の上にね、まずこれ、入れていきます。まあそうね、たくさんだね、花びらのように置いてっちゃいますか。どれぐらい、何グラムぐらいあるかな、相当な量あるけど、これ1枚最後でかいな。このように豚で豚で埋め尽くされました。でさらにそこに昨日作った、チンゲンサイパック、チンゲンサイパックがあるんで、これを上に乗っけます。やっぱ多少のね、サイがないといけないんでね。茹でただけのしめじこれね、意外とね、タレにあって美味しいわ。多分カロリーも低いし、栄養価も高いし、オルニチンが入ってるし、なんでしめじも、散らしてきます。そうするとね、またね、結局下の豚肉が見えなくてね、何が何だか分かんなくなるんだけど、まあでもこれもたくさん入ってれば美味しいんで、カメラ撮るのがちょっと難しいんで、まあ、ギリギリ持ってきたか。よし、持ってこれだな。そこに先ほどのスープを適当にかけて、
あーこれ梅雨だく、これ塩分取りすぎかもしんねえわ。まあいいでしょう。でそこに、先ほどの煮卵をまあ一つ乗せれば、パワー煮豚丼出来上がり。とりあえずできた、なんだろう、煮豚丼、たくさんのチンゲン菜としめじを添えていただきます。これ肉まで掘るの大変だけど、チンゲン菜だけで食べちゃう。うん、まあタレがうまいからうまいよな、そりゃな。なんですかこの肉の厚み。これはプラス評価なのか、こんなに厚く切ってんだな。ようやく飲み込めた。やっぱね、一晩ね寝かしてるだけあってね、うん、すごく味が染みてるわ。うん、そして卵さん、綺麗な卵さんだわ。卵さん、なんかガチャの卵みたいだね。うん、あーうまっ。ちゃんと中までこう味が染みてます。中までなんか黄身のギリギリぐらいまで色がついてて、やっぱ一晩入れとくといいね。程よくついてるわ。で残りがまだ10個、今日新たに買ったんで、この10個はまた漬けて、で明日回収すれば煮卵がさらにできるな。煮卵うまっ。成功だね。やっぱでかい肉でやるとやっぱ楽しいね。まだね、こんな料理の動画も作りますんで。ほらね。あーでも今回は豚のもも肉だったけど、やっぱバラ肉みたいなところでやっぱ角煮もやりたいね。まあ、これも美味しいんだけどね。うん、どっちもうまいんだわ。ただね、油のやっぱりね、なんだろうな、出方がやっぱ全然違って、角煮は油がほとんどだから。それ捨てたりとかね、処理が結構めんどくさいんだけど、もも肉はほとんど油出ないから、その辺は楽だね。まあ肉としてもなんだろう、タンパク質たっぷりでほとんど油入ってないから、多分健康的というか油の取りすぎにはならないかな。次回何作ろうかな。なんか魚料理やってみたいね。じゃあね、魚食べてないもんね。うん、じゃあね。